プシェムイシルは、ポーランドの都市である。南東ポーランド、ウクライナ国境に近い位置にある。人口は67,847人。1999年から、ポトカルパチェ県に属す。以前は、プシェムイシル県の県都であった。山側にまたがる。1410年、タンネンベルクの戦いの折に用いられたペレームイシルの連帯の軍旗プシェムイシルは、 南部ポーランドでは、クラックフに次いで歴史のある都市であるが、かつては、ルーシ系の国家の領土であった。中世初期、プシェムイシルは、キエフルーシの領土であり、クレナイルーシと呼ばれた地域の重要な都市の一つであった。ルーシ側のプシェムイシルの名称は、ベレームイシルだった。プシェムイシルの支配をめぐってルーシと、ポーランド王国はしばしば戦いを繰り返していた。 11世紀から12世紀にかけては、ルーシ系の国家である、ペレー・ムイシュル公国があったが、ポーランドによって滅ぼされた。1240年に、キエフ・ルーシは、モンゴル来襲によって滅んだものの、ルーシの後継者となったハール・イチ・ボルイーニ大公国が、プシェムイシルを支配し続けた。100年後、内乱に陥った、大公国がポーランドによって滅ぼされると、プシェムイシルは、 ポーランド王国の都市となった。しかし、数世紀にわたるルーシによるプシェムイシルの支配は強い影響を残し、現地の貴族や庶民は自分をルーシ人として意識していたようである。19世紀に入ると、ルーシ人としてのアイデンティティは、ウクライナ人としてのアイデンティティに入れ替わった。20世紀初頭、独立を勝ち取ったポーランドは、 単一国民国家の思想を国内で浸透させようとした。その結果、今までにポーランド人とウクライナ人が平和的に混合して暮らしていたプシェムイシルをはじめとする広い地域では、ウクライナ人による反ポーランド運動が起こり、紛争やテロ事件が相次いだ。ポーランド人、ウクライナ人の対立は第二次世界大戦の折に過酷さを極めた。 戦後も単一民族思想を放棄しなかったポーランドの中央政権はウクライナ人問題を解決するためにはウクライナ人コミュニティの解体が必要であると考えた。そして多数のウクライナ人が集中的に居住するのを阻害するためプシェムイシルとその周辺のウクライナ人をポーランドの西部各地へ強制的に分散移住させた。この強制移住は ビスワ作戦と呼ばれた。この結果、故郷とウクライナ人のコミュニティから分離された、ウクライナ人と彼らの子孫は、容易に、ポーランド人に同化された。プシェムイシルの駅、パノラマオーストリア・ハンガリー帝国時代は、同帝国領が律屋に属し、またかつてはくれない、ルーシの首都であった。981年に、ネストルによって言及されているが、1437年まで、 この地のユダヤ教徒への言及はなく、レンベルクを除いて、他の紅れないロシアの都市のように断片的に登場するのみである。1542年からの統計によれば、18、家族のユダヤ人家族が住んでおり、そのうち7件の家屋所有者は、イラチオネジュデイザーミーという4ポーランドグルデンの賃料を払っており、居住者はアニグルデンを払っている。 キリスト教徒によるプシムイシルの最も古いユダヤ教、トコミュニティは1559年3月20日に、ジクムント・アウグスト王によって発行された許可である。この記事には、パブリックドメインである次の文書本文が含まれる、ゴッドハードドイチュ、エムショア、プレマシャル、インシンガー、イシドレ、エトール、ザジュイッシュエンサイクロペディア、ニューヨーク、ファンクアグノルズ。ありがとうございます。